サンテミリオンとは日本の競争馬である。主な勝チクは2010年の優秀品馬。馬名はフランス有数のワインの産地、世界遺産であるサンテミリオン地域に由来する。2010年1月5日、中山競馬場の新馬戦、芝2000メートルでデビュー。一番人気に応えて初戦を勝利した。2戦目は1月24日の500万下の 若竹賞で、ここでも3番人気だったが、直線抜け出して2勝目を挙げた。3戦目で、初の重賞挑戦となった、フラワーカップは、後ろからの競争となってしまい3着となった。陣営は、大賀賞への出走を選ばず、優秀品馬を目標にしたローテーションを組んだ。そして4月25日のフローラステークスでは一番人気に、応えて、重賞初制覇となった。 5月23日、雨の中で開催された、優秀品場では、8枠18番という外枠での、発送から、中断候補を追走し、最終直線残り1ハローンあたりから、アパパネとの叩き合いになり、そのまま並んで2頭が、ゴール板を駆け抜けた。15分近い写真判定の結果、アパパネと一着同着となった。この結果、安状の横山のりに、 初の優秀品馬優勝を、調教師の小賀新秋には、初の GI 制覇をもたらした。そして、全野ロブロイ3区にとっても初の GI 優勝となった。詳細は、第71回優秀品馬を参照のこと。秋は、トライアルレースを使わずに、週刊賞に直行することとなった。それまで主戦を務めていた、横山則博が、 落馬負傷したため藤岡祐介に乗り代わりとなったが、迎えた本番では、ゲート内で扉に顔をぶつけ、スタートで出遅れるというアクシデントに見舞われ、また頭をぶつけた際に口を切り出血していたため、歯身を取ることができず、終始最高峰のまま六馬身の大佐シンりリ十八着に大敗した。エリザベス上杯では、主戦の横山が、 武蔵野ステークスでユノゾフィーに騎乗するため、ミルコデムーロを安城に迎えたが、中断追走も直線で伸びを書いて9着に敗れた。2011年はクイーンステークスで始導、中断追走も直線で全く伸びず、再開14着。府中品場ステークスでは、中断候補を追走するも11着に敗れた。 エリザベス女王杯では終始後方のまましんがり18着に大敗した。2012年はアメリカジョッキークラブカップで始動後位から足を伸ばして4着となった。ダイヤモンドステークスでは中段追走も直線で全く伸びず12着に大敗。日経賞は先段追走も直線で伸びを欠いて6着。メグロ記念は最下位18着に敗れた。 夏は休養し、この年は、あと3走したが、いずれも着外に終わった。2013年1月のアメリカジョッキークラブカップ11着を、最後に現役を引退、ヤシロ大ファームで、繁殖品馬となる。母は、フランスの重症フロール消カチューマ。祖母も、重症クレオパトル消カチューマである。前述の通り、馬名の由来は、サンイコールテミリオンなのだが、 スポーツ指導で略称で表示する際に、サンテあるいは、ミリオンと、由来の言葉とは、違うところで区切った略し方で表示されることが多い。ありがとうございます。